はいどうも、ヒョドルです。デジモンストーリーサイバースルース続きをやっていきたいと思います。ストーリーを進めるために、とりあえず依頼というかね、サブストーリー的なのをこなしていこうかなという感じです。ブロードウェイ館内の2階に怪しいポスターがあるそうだが、見たことはあるかい？これを、今ね、依頼が全部埋まっていて、新しいものがない状況なので、この京子さんに立ててもらったフラグを、回収しに行く感じかなと思います。怪しいポスターってなんだろうね。あーこれか、モヤモヤしてるわ。興味津々な青年。あー君はその張り紙気になった感じ。超スーパーリアルドールだなんて、なんだかすっごくそそる名前だよね。なんでも本物の人間と全く同じ精巧な人形をネットで買えるんだってさ。超とスーパーってちょっと意味がかぶってるけど、この際どうでもいい感じだよね。そんなに高くもないし、お金貯めて注文しちゃおうかな。有限会社ジョローグも怖えな。なんだそれ。それにしても、この超スーパーリアルドールって、どんな子がモデルなのかな？もうなんか怪しい匂いしかしない。イノデンオカルト研究部の国章名から依頼が入った。事務所に来てくれないか。あー、なるほど。リアルドール絡みで。それは、実際の本物の人間が犠牲になって作られているんです。みたいな。そんなノリっぽい。あ、これですね。生きた人形、生き人形、死に人間、超スーパーリアルドール聞いたことありませんか？私たちがそこで取引されてるんです。やっぱりそんな感じか。よし、引き受けましょう。ジョローグモってなんか雲系のデジモンが出そうだよね。京子さん、京子さん、京子さん、なんとかしてください、なんとかしてください。ちょっと部長落ち着いてって。どうしたのどうしたの。イノデンオカルト研究部の依頼ということは、また何かオカルトめいた事件でも。はい、いえ、うん、いえ多分今回はオカルトめいた話ではないはずです。おお、実はリリーと部長と全く同じ姿をした人形がネットで売られてるらしくて。おお、超ハイパー激そっくりとそういうんじゃなかったかな。超スーパーリアルドールのことだな。噂だけは聞いている。その話詳しく聞かせてくれ。顔から体から全てが本物と見まがうような精巧な人形なんです。そう、まるで生きているような。それにムカつくのが、案外安値で取引されてるんです。もっと高く売れても良さそうなのに私がこの値段かーみたいな リリーのドールの方が私のドールより数千円値段が高いのは少し気になるけどとにかく自分たちと同じ姿の人形が世のオタクたちに買い取られ、あんなことやこんなことや騒音なことをされてると思うと、ものすごく気持ちが悪くって。超精巧なスーパードールか。やはりあの事件とつながりがあるのかもしれないな。どの事件？パーフェクトガールプロジェクトなる、なんとも怪しげな秘密のサービスがあるらしくてね。理想の少女を忠実に再現した生きた人形を利用者に派遣し、一緒に夢のような生活が送れるというサービス。ほう。利用者が失踪したという相談が警察に寄せられているようでね。又吉刑事から内々に相談を受けていたところだったんだ。なるほど。しかし君たちの精巧な人形を作るとしたら、体の細かなデータが必要になるだろう。そこまで詳細なデータを得ることなど容易にはできないと思うのだが。お、心当たりがある。秋葉原のゲーセンにあるリビクラが怪しいんじゃないかって。ほう。リビドークラッシャーなんだそれ。
リビングドールクラブ。全身を 3D スキャンしてすぐにフィギュアにしてくれる 3D フィギュア化マシンのことなんです。あー、もうもろだね。まんまそのデータ通りになんか等身大で作りゃいいんでしょ。 OK、 じゃあ秋葉行ってきますかね。パーフェクトガールプロジェクトについて少し調べることにする。ウィス。じゃあ秋葉原行きますかね。ほい、秋葉やってきました。じゃあここでとりあえず情報収集をしていきたいと思います。リビクラ知ってる？お、確かリビクラはあっちのゲーセンにあったんじゃないかな。あれですか、あのセーガーのゲーセンですか。お、びっくりマークついてる。こんにちは。はい、欲求不満と幸の薄さを全身で体現しているようなそこのあなた。てめえ初対面でなかなかの言いようじゃねえか。突然ですが美少女に興味はありませんか。実は私、超精巧な美少女の人形、超スーパーリアルドールを販売していましてね。てめえバイヤーか。もしご興味があれば安価で お売りしようかと思って。どうぞどうぞ実物をご覧ください。ノキアノキア来たまあこれは試験的に作った売れ残りのブッサイクな人形ですがひでエロキャバらしいよ本人曰く。もしこの超スーパーリアルドールにご興味を持っていただけたなら、これとは別の極秘サービスもご用意してありましてね。怪しさしかない。体健康ですよ。俺今日風邪ひいてるけど。うん、なのでまあまあ。よろしい。若いあなたのことだ。もしも些細なことがあっても大丈夫でしょう。なになに？今の退屈な日常を捨てて、理想の少女と夢のような生活を送る。そんなサービスにご興味はありませんか。これはパーフェクトガールプロジェクトというサービスでしてね。釣れた、思いっきり釣れた。理想の少女を現実に再現し、生きた人間としてお部屋に派遣することができるサービスなんです。お客様にやってもらうのはたった一つの条件を満たすことだけ。それだけでこのくだらない日常からおさらばできるんです。そんななんかあのまだ釣れるかどうかもわからない人相手にめちゃくちゃなんかねこんな喋っちゃって大丈夫なのかな。そのたった一つの条件とは何かですか。いい質問ですね。よろしい、特別にお教えしましょう。その条件とは、こちらが理想の少女を派遣したお部屋から一生外に出ないことです。それ危ないだろう。大丈夫、生活の面倒はその少女たちが見てくれます。悪い話じゃないでしょうって。あら、おとりあえずこれは置いとくのね。 OK。 おこれリビクラ？おう、オッケー。ぐにょーんと行ってみましょう。これリビクラなの？これあの全身を 3D スキャンできるように見えないんだけどそういう細かいことは言うなって感じかな。失礼しました。道が二手に分かれてますね。え？あ、行き止まりだ。あれ、ではこの宝箱開いてる。どういうこっちゃ。一回来たことあるのかな？全然ピンとこないけど。まあいいか。うん、
あんまり道も分かれてないっぽいかな。この先は、ああインフェルモンがいる。こんにちはっす。行くぞみんな。とりあえずケラモンは一掃。イエイ。ほんで、あーやべー、今ワクチンいねー、しまったー。ちょっと最近その構成がね適当になりすぎちゃってて、あ、じゃあこれワクチンか。あ、いるいる、超いる。シャコモンと入れ替えて、でレディーデビモンよりベダモンかな。あ、こんな感じでインフェルモンだ。いやーいいねいいね、敵として出てくるとは。人間のデータ取って人形を作る、いっぱい人形を作って人間の心を奪う、そしたら人間人形になる。生きてるようで死んでるような生き人形に死に人間に。ん？お前誰だ？なんだ？そんななんか独り言で全部喋っちゃダメだよ。これなんだろうね、誰かの黒幕がいるのかな。お、結構な威力だけども、だけど、あ、インフェルモンって別にウイルスじゃねえんだ。なんか勝手にウイルスな気分になってたけど、そんなことなかったっす。まあいいや。これって闇？あ、やっぱり光が効くね。いいね。セイントナックル。あー、いや、じゃああれだな。物理攻撃やっぱダメだったな。コーンバスター。アトラカブテリモンの必殺技が、視力貫通無視だったりして結構安定して威力出せていいね。次で決まるかな。じゃあホーリーライト使ってみようかな。どうや、やっぱこ、やっぱそうだよね、知力が高いもんな、ベーダモンは。しゃあ、イエイ。あとクワガーモンとかね、ちょっとパーティーインしてます。何か落ちているようだ。謎の URL、 おー、これはここから辿っていきましょう的なやつやね。いやいや、そんなことないですよ。リビクラの中からとか、あなたじゃなんかおかしいじゃないですか。あんたまさか警察的な何かだったりしないですよね。こいつダメだな。警察の秘密兵器だ。もうバカだね。もう誰にでも声かけるからそういうことになっちゃうんだよ。人選びだよ。じゃあ聞いて聞いて、京子さん。そうか、おそらくその怪しげな男とデジモンが今回の事件の首謀者なのだろう。みすみす逃してしまったのは惜しいが、やむを得まい。その男はデジモンと結託し、リビクラを使って美女たちのデータを集め、超スーパーリアルドールを作っていたのだろうな。調べた調べた、おっちゃんがいたよ。謎の URL があるんですよ。あれ、そっちの話じゃないか。うん、失踪っていうか一生外に出ないだからね。よし、突撃突撃。隣の URL 深入りはしなくていい。
これは我々の手に負えないこの上なく暗くて重い事件かもしれないからな。早速行っちゃうのね。なんか殺人事件的な何がしみたいな。あれ、ここがその URL かな。あ、この周りにいるのがリアルドールか。電脳探偵、人様の部屋で騒々しいな。ここがエデンの中だって。じゃあここが電脳空間だとでも。冗談はやめてくれ、ここは現実の世界じゃないか。こいつやべえぞ。この周りにいる女の子たちは誰か。俺の理想の少女たち、精巧な生き人形たちだよ。その通り、パーフェクトガールプロジェクトさ、よく知ってるじゃないか。僕はその利用規約を守ってこうして自分の部屋に閉じこもっているんだ。彼女たちの生活はこの上なく楽しいし、生活の全ては彼女たちが面倒を見てくれる。もう僕は外に出る必要なんかないからね。危ないな。そりゃてめえだ。これどうすんだろう。ああ、もう戻ってきちゃった。本人は意識のないままエデンの中で理想の少女たちと生活を共にすることになる。本体どうなっちゃうんだろう。本体はなんか衰弱死するのかな。どうなんだろう。多くの男性が美しい女性に化けた女郎雲に心奪われ、女郎雲の住む滝壺に身を投げたという伝説があるんです。女郎雲の女郎ってそういうあれだよ。大昔のオカルト話にも造詣が深いようだ。でも肉体を部屋に閉じ込めて電脳空間の虜にするなんて、どうしてそんな回りくどいことを。そうだね、一生ログアウトしないということは閉じこもった部屋に生身の体だけが残される。その体はいかようにもできるということだ。うん、海外へと運ばれているらしい。何すんの何すんの。キャー、怖いこの人の生身は。もうひゃー、いいけどさすがに目の前にね出てきてるキャラクターがね、もうとかさすがにそんな後味の悪いことはしないんじゃないか。どうかな。お、気づいたか。試しにやってみるか。お、できない。これマジで、マジで、嘘。調査完了じゃねえよ。本気かよ。嘘。え、マジマジ。嘘。完了になっちゃったんすけど。やば。マジ？ああ。新宿に新たいるっていうから、まあ行くけどさ。え？うわ。まあ、一応ここらが潮時だなってことで、そのなんていうんですかね、根絶はしたけどみたいな。へえ、ちょこれ後味悪いどころじゃないっていうか、
マジ？せめてあの人救えるぐらいのさ、なんかそういうのは用意しとこうよ。うわちょっと今衝撃、うっそ。まあいいか、今まあいいかとも言い切れないけど、とりあえずなんか話は進む雰囲気。うん、ちょっと今暇なんですよ。しょうがねえな、つけてやんよ。とある謎の男から挑戦状が届いたんだ。うん、激レアの絶版コミック「爆炎デリート」は我が手中にある。手に入れたくば挑戦を受けよってな。要は入手困難なレアコミック、レアコミの争奪戦だよ。レアコミの争奪戦って相手が持ってんだから、それ争奪するも何もって気はするけど。しょうがないな。じゃあ依頼受けてまた戻ってくればいいのね。コミュニティエリア、これっすね。チーズ。コミュニティエリアとか超久しぶりに来た気がするな。新たな友人らしき青年。そんなようなもんなようなもんな。友達はやんないのか。とあるレアコミコレクターでな。レアコミを餌にして募った参加者にマニアックな問題を出して楽しんでるやつなんだ。なるほど。ゲームマスターから出されるいくつかの問題に答えて、レアコミコレクターのところに一番早くたどり着いた参加者に今回目玉のレアコミックが申請されるって仕組みだ。レアコミコレクターはレアコミックを金でなんか譲らねえ。俺たちが喉から手が出るほど欲しい水水のレアコミック爆炎デリート、これを手に入れるためにはこのレアコミ争奪戦を勝ち抜かなきゃならねえんだ。いいよ、よし、よし来い。爆炎デリート、通称爆デリは世紀末を迎えて荒廃した世界、爆炎ことボンバーガーデンを舞台にした主人公とヒロインのはちゃめちゃ冒険活劇でな。主人公であるハック少去は私立聖イレイズ学園高等部に通う超成績優秀な天才児で絶対的生徒会長でもあるんだけど、その実態は超絶的な技巧を持つヒーローハッカーなんだ。悪即デリート、殺さずの誓いを守り、正義の名のもとに悪のハッカーどもをハッキングバトルで消去しまくる。連載当初はハッキングを駆使した探偵ものだったんだけど、なんかルロケンみてえな内容だったな今聞いたら。とにかく爆炎デリートは今絶版になってんだ。なるほどね、最終巻。なるほど。よしよし来い、よろしい、続けたまえ。まあいわれる過剰な配慮ってやつだよ。ちょうど連載当時からエデン内でハッカーによる被害が出始めて、この漫画自体が教育に良くないって問題視されてたんだ。でもってこともあろうに漫画の作者である鈴谷康彦自身が、ハッカーの疑いがかけられて警察に逮捕されちまった。それで漫画回収扱いになり絶版になっちまったってわけだ。あれですね、鈴谷康彦、このゲームのキャラデザが安田鈴彦もじってるな。そもそもコアなファンしかいないマイナーな漫画だったし、中でもその最終巻は逮捕直前の3日間しか店頭に並ばなかった激レア中の激レアコミックなんだ。今はネット上で内容を知ることができるけど、いざ実物となると、聞いてる聞いてる、めっちゃ聞いてるよ。鈴谷康人でしょ。逮捕状じゃねえわ、挑戦状を出してきた謎の男っていうのは誰かって、そこはまああくまでも謎ってことで。新田は正体知ってんのか。どこかにゲームマスターがいると。ああなるほどね。まあ順番に巡って問題に答えていこうと。
これあれかな、もしかして爆炎ボンバーに関するさっきの新たな話の問題が出るんかな。いきます。 OK。 あーやっぱり、うん、あ違う、これ聞いたことねえぞ。あなた、あなた、答えてこれ。わかんねえよ。嘘。ライバルだから早めに出るんじゃないの？あれ？おい、おい。選択肢答えねえじゃねえかよ。なんで43巻なんだよ。おう。次はエデンエントランスに行ってみたまえ。次なるゲームマスターから新しい問題が聞けるはずだ。ラジャー。てめえが二人目か。問題。主人公の隣に住む日系ブラジル人ロドリゴが飼っているウサギの名前は？どうせここに答えないんでしょ。ミミちゃんだな。犬はジョンで猫はポリッシュ、猿はエカテリーナだから、そうか、ピョン吉だろ。統一性ねえな。この俺の答え何なんだよ。ちくしょう。コミュニティエリアまたか。最終問題だ。よっしゃ行くぜ。なんか俺に答えさせるプロセスいらなくない？俺めっちゃ真面目に考えてんのにな。さすが新田くんって、なんか爆デリ界隈では有名なのかな。主人公ハック少女が通う学校の名前は？ですが、その私立聖イレイズ学園高等部があるのは何町の何番地何号でしょうか？じゃあ、あけぼの町の7番10号。あ、違ったー。マジか、そういうあれか。ブロードウェイの中古書店のあたりにいる漫画オタクに聞けばきっとわかるはずだ。なりふり構わない感じですね。それ覚えてるような漫画オタクってこれに参加してないの？そいつは最終巻持ってんのかな。ダメか。朝飯前、キングストンアベニュー5-8。まただよ。ちょっと君に教えるわけにはいかないな。ああ、エレベーター乗れないんだった。律儀だな。逆のエレベーターないんだよね、これ。おい、新田くん聞いてきたよ。キングストーンアビニュー5-8だ。すげえな、新田くん。だんだん新田くんのなんだろう、オタクっぷりがこう、暴露されてきてる感じはあるよね。イエーイ、大正解。エデンフリーエリアに行ってみるといい。もしも一番乗りだったらレアコミックは君のものだ。いやー、もう一番乗りいるんじゃねえかな。そんな気がするな。ブロードウェイにいた青年オタは朝飯前とか言ってたぞ。フリーエリア。お、ここはなんだ。どこどこ。
あー、いた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 。あー、な、道が分かれてたのか。こんにちは。うわしー、やっぱりなぁ。謎の男っていう体で遊んでたのか。友達っていうかなんていうかそういう感じのあれ、友達っていうのが なんか恥ずかしいの。これはどれでいくかな。大して結果変わんないのは分かってるんだけど、実は単なる柔道のオタクだよね。いいじゃん、柔道のオタクで行こうぜ。俺が主催してもいいしって、お前持ってんのかよって感じなんだけど、そういうなんか違う景品なのか。学園デリート、ハッカーたちによるハッキングバトル漫画。ある種の病をこじらせた彼が好みそうな漫画だな。それにしても仲間内のレアコミ争奪戦とは。人間とはなぜ何の生産性もない営みにそこまで必死にぶつかることができるのだろうな。そうだね、仲間内で争奪戦してどうすんだって感じだもんね。しゃあ、けどまあとりあえずね、これで完了と。これスルースランク上がるよねやっぱりね。 CSP ってなんだっけって思ったんだけど、なんかあれだね、スルースランクの経験値みたいなのがあるんだね。忘れてました。人には思いもよらない一面があるものだが、真田新にそんな交友関係があったとは、いささか意外だったな。そうだね。お、またしても話が進む。待たせて悪かったな。ちょっくら下調べに手間取ってよ。構わんさ。何やってたの？君の神城への潜入計画には私も期待するところないだからな。そっか、前浅草に行った時にそんな話をしてたね。突然呼んで悪いな、神城優子さん。電脳鑑定のコネクトジャンプ、俺のハッキング、そしてオタクのコネ。この計画はその3つが合わさって初めて実現できるんだ。コネクトジャンプ？ああ、あんたは知らなかったか。おい、説明してやれよ。反電脳体？そんなことが現実に起こり得るなんて。なるほど、でも納得しました。それで時々不思議な移動をしてたんですね。そうなんですよ、実はね。エデン症候群、あなたも。もってのはどういう意味だい？話を遮ってすみませんでした。自分ってことはねえよな。じゃあ作戦の本筋を説明するぜ。今回の侵入プランのゴールは、神城のアバロンサーバにある機密情報データベースのさらに奥にあるトップシークレットエリア、通称秘密の部屋だ。そんなものがあるってよく知ってんな。秘密の部屋、つまり神城の最高機密エリアってこと。言い換えれば歴代 CEO、 今は岸辺の個人フォルダさ。聞けば京子さんたちは以前神城の機密情報データベースまではダイブしたそうじゃねえか。まったく、そこらのハッカーチームより恐ろしい探偵事務所だぜここは。素直に賛辞は受け取っておこう。しかしあの時の成果は結局空振りに終わってね。なるほど、それでさらにその奥のエリアに目をつけたというわけか。そういうこった。コネクトジャンプを使えば機密情報データベースまでの侵入は可能だ。まず神城のコネを使って特別招待枠として俺たちを神城本社の体験会に招き入れてくれ。神城の CEO 岸辺理恵が言ってただろ、エデンの大規模アップデートの体験会だよ。お宅にはその会場の端末から機密情報データベースへ侵入してもらう。
侵入したら機密情報データベースの招待 URL を俺に転送してくれ。そうすれば俺も侵入することができる。そこから秘密の部屋に潜入するというわけだな。前回バレてたんだよね。そこに保管してある情報さえ手に入れれば、スエドウの思惑も神城の謎も全部解けるはずなんだ。今回もバレちゃいそうな気がしなくもなくもないな。お宅にはもう一丁骨を使ってもらいて。秘密の部屋に入るためのパスコードは毎日変更されてるらしくてな。パスコードを知っているのは CEO の岸辺だけ。岸辺に近づけるのはオタクだけなんだ。何聞き出すの？私にパスコードを盗み出せって言うんですね。ま、そういうこった。最高機密エリアに入ったら京子さんと通信できるようにセキュリティを解除しておく。京子さんを経由して俺たちにパスコードを教えてくれ。うん、なんだよ、今さら協力できないとか言い出すんじゃねえだろうな。いえ、それは構いませんが、一つお願いがあります。秘密の部屋には、おそらく父の神代サテルの手記や研究データも残っているはずです。なるほど。それも一緒に手に入れてもらえませんか？そこにはきっと父の自殺の真相やエデン症候群にまつわる情報もあるはずですから。なるほど。確かに前回は決定的な情報を見つけることができなかった。秘密の部屋にならあるいはということか。ああ、そういうことなら構わねえぜ。手間は変わらねえしな。ま、もっともそこにそのデータが本当にあるかどうかはわからねえけど。そうですね。もう一つデータの保管場所に心当たりはあるんですが。お、言うてみ。エデンの量子的演算処理および制御の要であるバルハラサーバー。バルハラサーバー、あらゆる履歴を刻む。あそこになら確実に。結局そこ行かなきゃいけなくなりそうだな。バルハラサーバーなんて随分物騒な名前を出してくるじゃねえか。あれはレジェンドクラスのハッカーも寄せ付けない世界有数の超高難度セキュリティの塊だぜ。ほう、自信家の君が弱音とは珍しい。痛い目を見た経験でもあるのかな。うるせえな。とにかくあそこはダメだ。少なくともハッキングでどうこうできる代物じゃない。でもデジモンプログラムを利用したハッキングにはきっと対処しきれない。トキちゃん、トキちゃん、いえ、とにかく、いやー、これフラグな気がするな。潜入する時点で綱渡りなんだ。バルハラサーバーにまで行けってんなら話は別だ。俺は手を引く。ふん、ここで君に降りられては元も子もない。では今回は秘密の部屋にターゲットを絞るとしよう。仕方ないですね。何かしら起こりそうな気がしなくもはない。2頭を追うものは1頭もえず、私はそれで構いません。よっしゃ、そんじゃ作戦開始といこうぜ。チャプター9、僕らの大作戦。僕らのね、いいね。OK、じゃあこれから神城本社に殴り込みってわけですね。